中村敬斗へのカナダ代表 DF の危険すぎるタックルに現地ランスサボが騒然、代表に帯同も車椅子で移動。10月13日に行われた日本対カナダ戦、日本が3点差をつけ迎えた56分、一気に振り切られそうになった相手 DF のアリスター・ジョンストンに左足首を強く踏まれた中村は、そのまま担架で運ばれて負傷交代を強いられた。あ、くそ、あのタックルは最悪だ。異性強打だ、最悪だ。中村は負傷退場となったが、大事に至らなければいいが。殺人タックルじゃないか。このアサシンは誰だよ。運が良ければ、重い捻挫で6週間、そうでなければ3、4ヶ月。ものすごい不運だ。代表チームの親善試合で重要な選手を失うなんて最悪だ。親善試合であんな卑劣なタックル？中村敬斗の無事を心から願う。2週間の休みを埋めるための親善試合は本当に迷惑だ。地球の裏側で行われる場合はなおさらだ。ひどい怪我だ。ランスは明らかに彼を失うだろうな。おそらく2024年初頭まで復帰できないだろう。中村敬斗が無事であることを願っている。